はい、どうも哲学とです。今回はですね、アップデートに合わせて、ショップの内容もね、かなり更新があったので、ちょっとね見ていこうかなと思います。今回の1月16日のアップデートでね、獣の系譜というね、新しい、コスメティックが、追加されたみたいです。なんていうのかな、風神雷神みたいな感じで、こうちょっとこう、雲とさ、まあ、雷をあしらったような、コスメティックというところで、まあ、獣の系譜、まあなんかね、ちょっとね、まあ、コスメティック、買ってみたいっていう方はぜひね、見てみてほしいなと思います。でポータルの方も、なんかこう雷雲みたいな感じなのかな。はいはいはい。まあ今回、旧正月のねイベントも、同時開催しているので、まあそれに合わせてという感じかなと思います。で、期間限定でですね、まあ、月下の、秘宝というね、バンドルの方も来てて、1回のみ購入可能で、自分の選んだ星5レジェンダリー宝石が入っているレジェンダリー宝石セレクターを2個含みますということで、星5の、ね、宝石が、2つもらえると、まあ、2から5のどれが当たるかはどうかっていうのはわからないですけど、まあ、星5が確定で2個ねもらえて、で、まあ、レジェモン石30個、ついてくると。で、バインド済みの宝石の欠片もあるので、ちょっと強化にも使えると。で志願者の鍵なんかも入ってるという感じなんで、まあ、かなり普段よりもお得な感じなのかなと思います。で、そうですね、幸福の恩恵ということで、こちらの方なんですけど、先ほどのね獣の系譜と、あとレジェンダリーの紋石が20個入ったパックとか、あとまあ、輝く宝石とか、まあ普段のオーブ課金、まあ普通に課金するよりもね、お得な感じの、セットになってるみたいですね。で、こちらの購入品なんですけど、まあサーバーの中で累計で、こう購入数が溜まっていくと、まあランダムでね、当たった人の、課金がまあタダになるみたいなね、イベントがあるみたいですね。幸福の恩恵で利用可能なアイテムのチャージ回数には制限があると。で各アイテムの全チャージを使い切ると、1名のバイヤーがそのアイテムの購入に使用した永遠のオーブの払い戻しを受けられますと。で1種類のアイテムを複数購入していた場合でも、払い戻しを受けられるのは1つ分のみですと。で、サーバー移転した場合は、元のサーバーに参加する資格はありません。またサーバーを移転した場合、払い戻しの可能性のあるものは没収されますということなので、まあ、この時期に合わせてねサーバー移転は、まあ、しても、あまりメリットはないのかなという感じですかね。で、まあ、要するに複数のサーバーで、購入して、そのなんていうのかな、無料になるっていうことができないように、まあ、調整したということなんでしょうけど、まあそうですね、まあ、運が良ければね、まあ、無料でね、まあ、ゲットみたいなことも、できるみたいなんで、ぜひね、まあ、これを機会に、まあ、期間限定の、ショップの方も覗いてみてほしいなと思います。まあ、他に関してはそうですね、まあ、月下の秘宝とかね、ここら辺が来てるぐらいですかね。はい、ぜひね、まあ、ショップの方も更新されてますので、一度確認してみてほしいなと思います。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。